はい、こんにちは、こんばんは、シャタケです。今回はですね、なんともなんともね、サイレント修正ではない、サイレント告示が、来ましたということで見ていきましょう、タイム。いや、した、この人、書いてる。あー、ちょっと出た。このね、下に書いてあるものを見ていきましょう、タイム。お写真に来まして、去年じゃない、1ヶ月前かな、消費スタミナ2分の1が開催されたんですけれども、アクティブユーザー70万人が一気にログインしたところ、サーバーがボボボボボボーと落ちて、その後ね、またね、開催されると思いきや、中止のね、こう多分不具合情報と書いてる、あーもうそれはなくなってるか。中止されまして、その後ね、1ヶ月後に、消費スタミナ2分の1が来ました。まあ、途中でね、サーバー強化のメンテナンスもあったということで、今回は大丈夫だと私は思っております。ということで見ていきましょう。消費スタミナ2分の1キャンペーン実施中、3月15日日曜、これがね、めちゃめちゃ驚いた。消費スタミナ2分の1というものは、もう神イベントの上、そのまた上、もう何とも言えない、もうゴッドゴッドオブゴッドのね、イベントでございまして、それがね、大体約1日間ぐらいしかね、開催されないのですが、なんとも、2日これ、3月13日金曜4時より、最後のね、開催期間見ていくんですけど、2020年3月15日は2日間。これ、GO 前にこんな大盤振る舞いしてくれると、マジで神波様、コナミ様。いやー、嬉しい。2月8日土曜に中止した、消費スタミナ2分の1キャンペーンを3月13日金曜4時より再び実施いたしますと。期間中 V ロード、試練、チャレンジカップでの消費スタミナが2分の1になります。この機会に選手をレベルアップさせてオーダーを強化しましょうと。いやーマジで、マジ神イベント。あ、一応ね、米印も読んでいくんですけども、ここがね一番重要でして、獲得選手の経験値アップの得点を起用しているときには V ロードでトップでは経験値 1.00 倍と表示が優先されますと。こちらに戻りまして、下に書いてあるクロスピグランプリ、これがですね、これ何月までかな、イベント説明の一番上に書いてるんですけど、3月19日、あ、木曜までなんや、15日までなく木曜までやっていて、まあ得点ではね、必ずこれを選んでくださいと。やるべきことやね、選手経験値アップ 1.8 倍、まあ、2分の1日曜までなんで、まあ日曜まで 1.8 倍してほしいんですけれども、たまにですね、なぜかね、ちょっとよくわからないんですけど、経験値 1.8 倍を毎日毎日せずに、なんかプレゼントとか、選手契約書を選んでる人がいるんですけども、それ、ちょっと待てよ、お兄さん。プレゼント、プレゼント一覧を見ていきますのが、限界突破コーチとかね、当たってる人ちらほらもう見るんですけど、プレゼントより毎回毎回 1.8 倍の方が良くないかなと。いや、これね、ちょっとコメント欄に書いてほしい。1.8 倍をずっとしているのか、まあ、たまになんかプレゼントをやるのか。いや、絶対 1.8 倍の方が、絶対とは言いに切れないけど、私の場合はもう毎回毎回 1.8 倍にしております。ということで、 V ロードの画面に来まして、どっちをやるんだと、試練をやるのか V ロードをやるのか、ズバリ言いますと、どっちもやってください。1ヶ月前はですね、1日しかなかったので、無課金者、美課金者は V ロードを進めたんですけど、今回は2日間あるということで、 V ロードと試練を分けることが できるんですよ。これがめっちゃほんまに神指やと思う。V ロードね、ちょっとだけやってるんですけども、今回動画のためにね、ちょっと、リタイアしますと。こちらね、V ロードの画面に来まして、私ね、このレベル6が49で止まってるんですけど、これ2周目なんですよ。2周目の50回って25エナジー。まあそんなにね、もらえないんですけれども、こちらね、見ていきますと、レベル7とレベル8のね、報酬画面に見ていきたいんですけれども、こちら50回はシリーズ2がね、切り替わった途端に、私は取ったんですけれども、50回では S ランク自チーム契約書、で100回には S ランク自チーム契約書、200回には S ランク自チーム契約書がもらえると。まあ、この機会にですね、絶対にやってほしいことがありまして、消費スタミナ2分の1ということで、このね、レベル6と同様、49回で止めてください。私の場合の49回は意味ないんですけども、最近始めたとか無課金美課金者は日本一達成はリセットされていないと思うんで、49回で止めてください。そしてですね、もうすぐグランドオープンが来るということで、グランドオープンの、2日前ぐらいに自チーム契約書を獲得してください。そうすればですね、各ポジションで4選手が追加されると、まあ、そこでですね、自チーム契約書を引くと4分の8の確率でお好きな選手が当たる可能性があるという素晴らしい期間になってるんで、ぜひともですね、自チーム S 契約書がもらえる回数の、1個前までやってくださいと。
まあ、続きましてね、 V ロードでどこで育成するんやと、育成はどこでしたらいいのかというね、質問ご質問があるんで、私の場合で言いますと、このレベル6をやってると、レベル6に関しましては B ランクのみを育てるならベストかなと、 A ランクをオーダーに10センチぐらい入れて育てたいのであればレベル7の、ね、方がいいんじゃないのかなと。経験値の差はね、あんまりそんな変わらないんですけども、スピリッツ的に考えると A ランク入れたレベル7育成の方がまあいいかなと。もう一個ね、情報としてレベル6でしていきたいんですけれども、V ロードスタートと。で、V ロードスタートしまして、最初のね、最初のですね、第1ステージ、第2ステージ、第3ステージ、第4ステージは、自動でいいんですけれども、無課金、美課金者は第5ステージを手動でやってほしいかなと思います。なぜね、手動でやるかと言いますと、最後にですね、日本一に達成すると、ストーブリーグ枠かなっていうのがあって、A ランク、もしくは B ランク、エナジーがもらえるんですよ。そのもらえる枠がですね、第5ステージで、このね、下に書いてある U のとこまで行ければ、枠が増えるんですよ。これね、超課金、重課金ならね、別に自動にしてもいいんですけど、無課金、美課金にとってはね、1エナジーっていうのもね、貴重なんで、で、さらになおかつね、さらになおかつ自走車すれば、コインももらえる、スカウトピーももらえる、で、選手ももらえて、その選手 CD もね、まあ、経験値変換にも、使えるという、めちゃめちゃお得となってるんで、まあ、ぜひともね、第5ステージは自走車でね、やってほしいかなと思っております。まあ、1試合だけねちょっと自動でやっていきたいんですけども、経験値ねこれどれぐらいもらえるのか、見ていきたいなと思います。いやー早いね自動は。消費サミナ2分の1マジでかね、コナミさんなんでこんな優しいんやろ。まあ、レベル6のね V ロードが終わりまして、経験値ね見ていこうかなと思います。詳細234レベル6で、いやー結構まだレベル7なんでね、250あたりぐらいかな、まあ、20の差しかないんで、さっきも言った通り A ランク10体以上ね、育成するならレベル7を走ってください。私もね、1日目は V ロード走って、続きましてね、2日目はね、こちら、やりたいなと思っております。試練でございます。試練をやる場合はですね、まずはね、この試練大開放します。これね、まあ多分チケットはいっぱい余ってると思うんで、まあ必ずやってください。まあそうすると勝利報酬が2倍になるんで、まあこのね、試練アイテムのボタンから私もね、これも全然なくなったわけよ。前までね、全部300やったのに、もう20、30とかしかないんで、私もね、モンスターエンジン今日5、6本買ってきて、今ね、不眠不休寝ずにね、300ぐらい貯めてグランドオープンに備えたいなと思います。まあ、あとね、困るといえば、無課金、美課金はね、最優先で走ってほしいのはコインかなと思います。コインね、特訓にも使うし、特殊能力にも使う。もうこれはね、一番最初にやってほしいかなと思います。やるべきステージが、上級と。で、上級で、まあ、スピード使ってないんで、育成はね、捨ててください。必ず勝てるオーダーでやってください。オーダーを変えてきまして、私 77,600 のガチオーダーで、まあ、そしてですね、消費スタミナ2分の1なんで、これができるんですよ。この2倍めちゃめちゃでかいよ本当に。ということでね、まあ、スキップしながらやっていきたいなと思います。よいしょい、まあ、試練はね、必ず手動でやってください。もうそうじゃないとね、全然稼げないんで。よしグッド、得点5倍、よしこれでね、OK と。富の試練が終わりまして、まあ、経験値も見ますと、あ、これ会見出ないんか、まあ、これはね別にいいとして、こちら見てください。2倍にやることによって1回6600コインももらえるんですよ。これはねほんまにでかい。もうねキュ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 なるまでもうやりたいなと思います。本当やったらねスタミナ40かかるんですけど、まあ、20エナジーで抑えられるといいね。ということでね、試練の話は終わりと。はい、ということでね、消費スタミナ2分の1でやるべきことでした。今回はね、1日目2日目があるんで、1日目は V ロード、2日目はね、試練をガン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 回してもらってほしいかなと思います。まあ、グランドオープン5、まあ、グランドオープン5でね、ガチャを引いてほしいんですけども、やっぱね、このイベント、やっぱりですね、消費スタミナ2分の1と、経験値 1.8 倍というね、合わさったイベントはもうほぼ来ない、もう来年あたりぐらいに、
来るんじゃないのかなという組み合わせなんで、まあ、ぜひともね、このね、エナジーキャンペーンも来てるんで、いや、勝ってもいいかな。うん、無課金、未課金者も、まあ、お母さんにおねだりして、1000円ぐらい、ぜひとも勝って V ロード回して、B ランクをですね、ストック経験値の変換にしたり、B ランクを特訓に使ってもらったり、いろんな使い方があるんで、まあ、ぜひともやってもらいたいなと思います。うわー、神火、ありがとうございます。ということで、以上。